カットします。ここからカウンターいけるか。さあ渡った、19番の沢上、1対1、ラストパス、シュート、決まった。先制点はセレッソ大阪 U23。 最後は背番号40の岸本健、相手の一瞬の隙を突いて、そしてフィニッシュ。そして19番の沢上もこの岸本の動きよく見ていました。ピンチをしのいでのこの場面、19番の沢上、赤尾が対応していきましたけど、空いたスペースしっかりとシュート放ってきました。フィニッシュは背番号40の岸本。これが今シーズン